はい、皆さんこんにちは。タクシーチャンネル、ゲンタです。本日はこちら、会社選びの新常識というタイトルでお伝えしていきます。私は20代から5年目のタクシードライバーで、ありがたいことに月収50万以上ずっといただいてきております。そんな経験とですね、あと昨日も乗務してたっていう現場感をもとに、これからタクシーに興味ある人向けの発信をしています。それでは本編行ってみましょう。会社選びの新常識、まず一つ目、一次情報を見るっていうことです。これはですね、例えばハローワークに貼ってあったそのプリントとか求人のウェブサイトに載っていた求人情報っていうのは実は二次情報なんですよ。会社が出す情報を他のその機関、ハローワークだったらハローワーク、転職サイトだったら転職サイトが転載してるっていう感じなんですよ。なので二次情報ではなく、その会社の一次情報に接してみることをお勧めします。例えば、そのハローワークだったら、紙の下に書いてある会社名を検索して、自分で求人情報を見てみるとか、会社に電話かけて、今こういう求人見たんですけど、これで合ってますかね？違かったら教えてくださいって言ってみるとかですね。これを知ることによって、後からの、転職の仕方が全然変わってきますし、特にですね、この一次情報と二次情報が違うっていう会社があるんですよ。だこういう会社はね、結構だらしない会社が多いので、その辺ちょっと見分けるポイントとして使ってほしいなと思います。二つ目ですね、準備は入念にっていうところです。最近の東京のタクシードライバー、タクシー業界はですね、結構その若い人が入ってきた関係もあって、昔ながらのダホッとした、なんか汚い感じの、そのズボンとかシャツとか、なんかネクタイとか、路上でタバコ吸って、うわーみたいなのがあんまりいなくなってきたんですよね。なので、会社もその基準を結構上げてきています。その見た目の基準だとか、清潔感の基準、あとしっかりしてるかどうか、人物とかですね、言葉遣いもそうですし、性格面ですね。基準結構上げてきてるので、髪、髭、服、襟、ネクタイ、靴、ソックス、様々ありますけど、そのあたり、結構しっかり入念に準備した方がいいのかなと思います。履歴書もそうですね。職務経歴書はいらない会社が多いんですけど、履歴書と、あと運転免許経歴書というのがまあ必要な会社もあります。そういう会社の場合は早めに取得するように、ぜひしてください。準備は入念にした方がいいです。はい、三つ目ですね。三つ目は転職エージェントを挟んだ方がお得なこともあるということです。これが何かというと、一番最初に言った一次情報ですね。一次情報の情報、求人情報って、まあそんなになんか古代広告でもなかったり、まあ普通の感じだったりするんですよ。で、それに対して、エージェントを挟んだ方が特典がついてきたりすることが多いです。このエージェントの特典というのは何かっていうと、会社がエージェントに払うフィーのうち、一部をエージェントがあなたにお支払いしたり、エージェントが持っているその知見とか、そのノウハウの活用をすることによって、ノウハウを教えて、あなたに教えてくれたり、途中で宣伝です。タクシーの転職相談をツイッター、DM で受け止まっております。私の所属する会社をはじめ、有料企業ですね。この会社どうなのっていう相談から、紹介、発生まで受け止まっております。私を通じて、良い転職を実現された方には、営業スキルの伝授、実際に会って、集まってですね、セミナー等でサポートをしていきます。転職相談の段階から、会ってお話しすることもできますし、転職はまだ先だけど、ちょっとお話ししてみたいなとか、簡単な質問してみたいなっていう人も、Twitter の DM から受け付けております。よかったら概要欄ですね、見てみてください。それでは動画の続きをどうぞ。することがあります。で、その時は、ぜひタクシーに詳しいエージェントを使った方が私はいいなと思います。タクシー業界というのはですね、他の業界と違って、歩合とかですね、休みの感じとかですね、会社によって全然違うっていうのが結構その、他の業種ではあまり見かけないような感じなんですよ。そう。だから、大手のそういうリクルートとかで、まあ、求人見てたりすると、ピッて押したりすると、勝手に向こうから電話かかってくるみたいな、そういうのって、まあ、エージェントさんはいい人だとは思うんですけど、いい人かどうかと、あなたにとって得かどうかって全然違うんですよ。あなたにとって得な、まあ、エージェントを私は使うべきだと、個人的には思ってます。ここまでは転職の新しい流れみたいなものをお伝えしました。で、次はですね、会社と労働者の従業員の付き合い方みたいなところを5年間見てきて思ったことを少し話そうかなと思います。で、これ転職の時も有効なんですが、会社側って基本的には資産家階級で、私たちは、まあ従業員は基本労働者階級なんですよ。で、
資産家階級と、まあ、その労働者階級というのは基本的には相入れないものであって別の財布なんですよね。そうだから転職の時もそのエージェントを通さない方が会社のためになるよねとか、会社は私の費用を払わなくて済むから採用されやすいよねとか、大事にされやすいよねとか、あと二種免許をもうすでに持ってるから会社は私のこと絶対採用してくれるよね、お得だしとか、地理試験を持ってるから私のこと採用してくれるよねっていうのは多少はあると思いますよ。だけど会社って法人ってそんなことはそんなに大きく考えてないんですよ。別にタクシーの200台あったら200台埋められればそれでいいし、月に決まった利益をゴリゴリ上げてくれたらそれでいいんですよ、別に誰でも問題がなければ。だそういうなんかその、まあ、全体的な流れ、もちろん会社によっては違いますよ、もっと違いますよっていうか、その法人と多分労働者全部そうで、その営業の方ですよね、営業の方っていうのはまあ労働者階級なんですけど、その方が優しくしてくれて、まあなんかいい会社だよねっていう感じになってるっていうのはまあもちろんあると思うんですが、だそういうふうな状況にあるっていうところをまあ一つ覚えておいてほしいなっていうのと、もう一つは、労働組合がね、最近すごく高齢化してて弱すぎるんですよ、タクシー業界の。で、ほとんど交渉権がなくって、その結局、そのブリッツで働いてる私たちっていつブリッツ下げられるか分かんないみたいな状況になってしまうので、だからそういう考えが良くないんですよ。会社に迎合するみたいな考え方。じゃなくて、まあもちろんその会社は会社の財布を肥やすことを第一に考えて、私たちは私たちの財布を肥やすことを考える。で、それを一生懸命頑張ってこうやって二人でやっていくっていうのは、まあ一番会社が発展する方法だと私は思ってるので、まあ労働組合弱いというのは結構懸念点ではあるんですよ、最近本当に。だから、まあ、そういう状況に、まあ、置かれている中で、個人が、いかに、頑張ってやっていくかっていうところで、まあ、転職とかも、まあ、個人って動き早いから、いろいろ会社選べるじゃないですか。で、選べて、まあ、条件も選べるし、その中で少しでも、じゃあ、自分のね、財布を、とか、自分の、その、ためになるような、自分の、うん、そう、得をするような、転職を選ぶと、私は一番いいのかなと、個人的に思ってます。はい、本日は、転職の、会社選び新常識っていうタイトルでお話ししました。私がですね、もうよく言う有料会社というのはほとんど実は待遇ってあんま変わらないんですよ。もう横一線というか、まあちょっとここ言葉変えただけとか、保証給がちょっと長いとかないとか短いとか、そういう感じであんまり待遇が変わらないんですよね。なので、まあその辺でですね、早めに選んでポンって入ってしまった方が期待値はあるよっていう話もしてるし、まあ選び方もですね、その自分本位でいいんだよ。もっと自分が得する転職をしていいんだよ。で、私は本当に思ってます。引き続きですね、タクシーの転職について、タクシー業界のことについてお話ししていきます。よかったらチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。